がこれで2カウントを奪取しました。この日のサムライプロレス、まずは IWA ジャパン同士のシングルマッチ、大黒坊弁慶対山下芳也からお送りします。この試合序盤は山下が果敢に弁慶に対し向かっていくんですが、この圧倒的な体格差の前に不利は否めません。キャリアの差も相まって山下防戦一方になってしまいます。しかしこのラリアットをかわしての低空ドロップキックでようやく反撃を開始、弁慶の右足を狙って徹底的に痛めつけていきます。さて試合はラリアットで逆転した弁慶、バックフリップ、そしてこの超重量級のダイビングボディープレスで山下を圧殺します。これでフォール勝ちを収めた弁慶、先輩の意地を見せつけました。まあ、これは順当な結果でしょうね。続いてはセミファイナル、革新浪士団のターザン後藤がイマジンと激突しておりますのでご覧いただきましょう。この日はゴング前の奇襲攻撃で先制したイマジン、試合開始後もこのラリアットでブレンバスターと勢いに任せて後藤を攻め立てます。しかしやはり一筋などにはいかないのがターザン後藤、ラリアットで逆転すると得意の場外制でイマジンを圧倒します。一方的なペースで試合を進めます。ロープに振ってのラリアット、コーナーから走ってのラリアットとイマジンを徹底的に追い込んだ後藤、イマジンを抑え込み余裕たっぷりの3カウントを奪います。革新浪士団旗揚げに向けて後藤好調をキープしているようです。この日のメインでは豪がメビウスの折原江川と初合体、先生奥村船越といった越境タッグと対戦しております。この日見応えがあったのはやはり折原と奥村の顔合わせ、これに触発されたのかゴーもいつも以上の気合で試合に挑んでいるようです。ライガーボム、そしてコーナー最上段からのスパイダージャーマンで船越を追い詰めます。そしてとどめはこのムーンサルトプレス、船越この畳みかけはさすがに解説3カウント、折原足を収めましたが試合後はこんな波乱もありました。折原ここのリングでな、これからどんどんやってってやるからな、ほら今日が始まりやろ、覚えとけよ。バカ野郎、投げてくれ、ごちゃごちゃに遅いんだよ、お前。